をご覧いただきありがとうございます。早坂剛です。今回はですね、セブンペイの不正アクセスについてお話をしていきたいと思います。僕は普段は地味に工場で働いています。そして隙間時間を利用していろいろやっています。よろしくお願いします。2019年の7月4日7月4日にですね、セブンペイが緊急記者会見を行いました。この会見でセブンペイの社長が一部のアカウントで不正アクセスをですね受けたことを謝罪しました。でですね、ちょっと驚いたんですけれども、この社長はですね、二段階認証のことをですね知らなかったみたいですね。まあ大きな会社ですしね、社長とはいえ雇われてる人だと思うんですね。なので仕方がないのかなって思うんですけれども、もうちょっとね意識を高く持ってもらえた方がいいですよね。でですね、今回僕が思ったのは、こういうことがあるからといってバーコードやカードの決済をしないのは非常にもったいないということです。なぜならカードなどで決済すればポイントがたまりますし、いちいちね銀行で現金を下ろす手間などが省けます。あとですね、ジュース1本分とかそういったポイントなんかね簡単にたまりますからね。僕の場合、二段階認証などのセキュリティ対策やカードの利用状況をしっかりチェックしています。例えば不正利用されたとしてもカード会社にですね申告すれば、ほぼ確実に不正利用された分は支払う必要はありません。なので自己責任になりますが、僕はねキャッシュレス決済は利用した方がいいと思います。老後は2000万円必要だなんて話もあります。めんどくさがらずにポイントを貯めるなどの小さな努力もした方がいいですね。今回は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では失礼します。